松江市総合体育館は、島根県松江市の松江市北公園内にある体育館。メインアリーナ、サブアリーナ、多目的ルームなどからなる総合体育館。隣接する施設として、北庭球場、落山野球場、落山庭球場がある。2012年3月、老朽化した旧体育館に代わる新しい体育館整備のため、新体育館建設基本構想、 基本計画を策定。2013年12月に実施設計をまとめた。2014年4月に着工し、2016年3月に竣工した。同年4月から教養を開始した。B リーグ、島根スサノーマジックのホームアリーナでもある。収容人数4700人の代替育館、収容人数800人の招待育館、屋内プールと付帯施設からなる。 総合体育館であった。1976年3月に竣工し、同年4月3日に開館した。同年10月には屋内プールが竣工している。老朽化による建て替えのため、2016年3月閉館された。2016年4月から12月まで解体工事が行われ、跡地には駐車場や多目的広場が整備された。 2010年10月から大体育館は BJ リーグシマネスサノーマジックのホームアリーナとなり、そのプレシーズンマッチとして2009年9月27日に東京アパッチ大使がレイクスターズ戦が行われた。ありがとうございます。